コントチャンネルをご覧の皆さん、はい、こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。毎年恒例の HR オープンハウス、はい、これから行きたいと思います。はい、で、今回は、ツッチーがね、ちょっといつも、はい、いないというので、とりあえず2人で、メインは HR オープンハウス。はい、それから、僕らが取り扱ってるホイールのメーカーの方に直接行って、まあ、意見の交換だったり、はい、まあ、新作の案内だったりっていうのを、いち早く情報としてお届けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、到着しました。はい、到着しました。で、とりあえずレンタカーを借りて、はい、今日はなんと、はい、祝日です。はい、はい、予定がありません。メーカーがやってません。なんで、まあ、とりあえずホテルにチェックインをして、はい、まあ、夜 ね、 そうですね、会食、はい、じゃあとりあえずホテル行きましょう。行きましょう。はい、はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日は2日目ということで、はい、2日目、はい、今日はイノゼテックと、はい、時間が空いたら、空いたらちょっと他のショップを回ってみようかな、ね、はい、はい、早速やってまいりました。はい、まず1軒目、はい、イノゼテックの、ファクトリーの方ですね。はい、なんか取り扱ってるショップ、はい、ショップさんらしいですね、うんうん、あー、AMG GT、 これがインスタとかでよく出てくるよね。これよく出てきます。ね、このプロサングエが出てきた、はい、3日4日ぐらいで貼って、そうね、今日火曜日かな、火曜日で、はい、で土曜日の、イベントに出すと、はい、いうプロサングエが早速、有名な YouTuber の車、はい、フェラーリコレクター、持ってる人らしいです ね、 ね、これはラッピングされてるの？これは、いや、塗装ですね。ラッピングしてる車は多分ないないですね、今のところ。あ、確かにボンネットと、はい、それかこれから貼るのかもしれないですね。フェラーリ多いね。多いですね。この水色は塗装です、塗装ですね。だからプロテクションかなんか貼ってんのか、あ、かもしれないですね。これもだって塗装っすもんね、マーク。あ、本当だね、フェンダーの、プロテクション貼ってある。プロテクション貼ってある。プロテクション貼ってます。まあ、なんか FD とね、FD と240なのかなですね。でも SF90 と7が並んでるのがいいですね。確かに確かになかなかないね。その横に TDF があって、外にも TDF があったね、はい、これがボンネットがサテンにしてるのかな、ステルス。あ、でもすごいですね、綺麗ですね、はい、あ、ここにも2台バイクが、うん、はい、で、はい、もう一棟みたいな感じですね、はいはい、隣の隣に置き場、はい、まあ、ここでカットしたりしてるのかな、なんか、あーですね、フィルムのカットをしたり、まあ、車を置いたり、作業前の車なのか作業後の車なのか、はい、置いてあったり。すごい車がいっぱい入ってるよ。すごいですね。確かにすごい。リバティーウォークの、 あの S1 号が、あ、本当だ、ありますね。なんか、あ、え、これ ST ですか、うん、え、すごい、初めて見たね、SF ST だ、これ何、すごい ST、 あ、初めて見た ST だ、すごい、すげえ、すごいね、初めて見たね、はい、純正だよね、これですね、すごい、すごいパールだね、これビアンコイタリアみたいなのがある。すごい、初めて見たね。ST 初めて。マニュアルだ。マニュアルしかないんでしたっけ？そうじゃない？ですかね。すげえ。ST がかっこいい。お世話になってる業者さんの名前とか入ってるとちょっと嬉しくなりますね。これがあのタングステングレー。タングステングレー。はい。で、あとはラウベルト997。あ、これがあのあれ、1号車、アメリカ1号車、アメリカ1号車ですね。あ、
get away with it. No problem. Unless you have machine gun, that's different. Machine gun. Okay. Oh. Thank you. Oh, thank you.事務所で今からミーティングです、はい、日本限定色が出るんですか。なんかでも今年80色出すんでしょ。はい、ね、新色をね、なんか勝手に決められてなんか某野球選手にあやかってブルーになるらしいです。ないまあそのあたりもね、きちんとね、はい、もう一回もう一回ちゃんとミーティングしましょう。はい、はい、ミニファイブ D のヘッドこのペースもはい、おはようございます。はい、おはようございます。2日目ですね。はい、2日目です。2日目、2日目から事件が、はい、内山さんがちょっと集合時間遅いですね。内山さんが遅刻しましたね。あれ私集合時間ちょっと前に起きました。あ、起きました。はい、はい、今起きました。そうですね、今飽きましたっていう LINE が来て、はい、時差ボケです。そう、何を言ってるんだろうと思いました。1日運転、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとまだ寝起きなんで危ない危ないかなと、はい、じゃあ今日は、はい、はい、今日この後 AL13 そうです行ってきます。はい、でミーティングをして、はい、でちょっとショップ他の視察をして、そうですね、はい、その後 1221、 はいはい、はい、行ってミーティングをします。今日も頑張って、はい、頑張ってみましょう。頑張ります。はい、行きます。ワンピースはこれがベースだもんね。そう、これがベースです。これがベースになって、はい、こう削られていくので、はい、だから手間が少ないんで一応一番まあ軒的には値段はでもあんまそう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 。でもなんかこう、うん、皆さんできるだけコンケーブしてください。はいはいはい、はいはい、でもこうみんなあるある。そうそうそう、あるあるです。あるんですけども、はい、こうまずビレットの段階でこのコンケーブが決まっちゃいます。はいはいはい、その車オフセットによって、はい、そのまあ、これも種類があるんですけど、そうですね、これは比較的フラットに近い、うん、まあそうですね、言ったらセミディープぐらいだと思う、はい、でその、まあ、オフセットとか車種によって、はい、この合うものを選んで削っていくので、はい、そのなんかその極力コンケーブするようにっていうのは、そうそうそう、車なかなか調整ができない、うん、僕らは。はい、一応基本的にはコンケーブするようにはオーダーするんですけど、キャリパークリアランスとかもあったり、だからで、まあ、フェンダーとの関係もあるし、はい、いろんなものがこう組み合わさって、はい、セットなんで、
難しいです。そうだからパナメーラとかコンチ GT とかオフセットが浅めの車なんで、取れない、ね、どうしてもコンケーブさせたいっていうのが難しいんですけど、うん、この状態から始まるっていうのは、はい、もうせっかくなので、まあ、この状態の在庫っていうのも考えられるし、ね、あるないね、多分皆さんイメージはこう1個のね、はい、アルミのビレットから全てを削り出してっていうイメージだと思うんですけど、はいはい、実際そうではない。そうなんですよ。っていう、うん、はい、そこはそういったものは何種類かあって、はい、その中から選んで、まあ、J 数の問題はありますね。じゃあ続いて、はい、アメリカのショップボーデンオートハウス、はい、来ましたね。はい、これなんかあの結構多分僕らと車の作り方がこう、うん、まあ、似てる、似てる、逆に僕らが、うんうん、参考にしたり影響を受けてるお店の一つで、はい、はい、結構綺麗な作りの車が多いの で、ね、はい、まあ、あのこう毎回来るとね、ちょっと、まあ、強烈な車もいっぱい手掛けて、そうね、はい、結構毎年 HRE のオープンハウスの車出してたりとか、ね、はい、結構狭いっても車貸し出しとかをよくやってるので、うん、はい、今日中見ていいと思います。そうですね、ちょっと行ってみましょう。はい、はい、許可もらってます。はい、はい、あ、イノズテックのサンプルもありましたね。今、はい、そこで、フロン、すごいよね、リカって感じの、なんかすごいワイド、なんかこれフロントリップとか伸びてくですね、で、しかもロードスター、このかっこいいですね、こんな感じの回、ワイドスターって、はい、964? 964ですかね。まあ、なんか多いよね、サイド の、 あのウィングのとこ塗って、あ、そうですね、これかっこいいですね、うん、あとアメリカの人がやるあの US マーカーを消しちゃう、まあ、ね、はい、ね、すごいかっこいい、まあ、なんかマフラーつけてたね、なんかインスタでさっき上がってたの、まあ、マフラー屋さんっていうかね、もともとあ、そうですね、マフラー買ってます、あの自社でね、マフラー、そうですね、ですかね、バイ、あれ、あ、トラックにこういうホイール変えてるのかっこいいよね。はい、今ですね、ボーデンオートハウスを、見学終わって、はい、近くにある SSR パフォー、 SSR パフォーマンス、はい、っていうところに突撃で来てみました、はいはい、一応ショップみたいな、そうですね、なんで、ね、ボンドみたいな感じですね、はい、うん、はい、突撃したのにもかかわらずね、ものすごい丁寧、すごい、めちゃくちゃ丁寧、はい、一応も一通り説明を受けてきたんですけども、はい、うんうん、せっかくなので、ちょっとショールームがすごいかっこいいんで、はいはいはい、じゃない、はい、すごいよね、これ、はい、ね、すごくしゃれ、これもなんかよくわかんないみたいね。で、ここにね、こんなめちゃめちゃしゃれてるよね、はい、で、この待合のところの真ん中にリフトのマフラーがあったり、バーカウンターがあったり、もうこのホイールの置き方もおしゃれですよ、ね、そうだね、はい、MV ポーズでは、まあ、ここにそうですね、お客さんが来て、でこのモニターで、モニターでね、あの商談をしてくらしい、はい、車の色を変えたり、ホイール変えたり、だからここで QR を取って、 QR を読み込むと、なんか従業員さんの名前が出てくるんですね、担当の名前が出てきて、それをピッて押すと、その人が出てきて、スタッフが出てくる、多分そうすることで来店の履歴も残るんで、ね、あ、そうですね、何時頃に誰々様来られましたとか、はい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 、すげえ、すごいこれ意外とですね、ウィデリです、エア
これどこだ。アメリカのショップ、ね、今まで見てきてラッピングはめちゃくちゃ綺麗、ね、そうだね、はい、そうだね。こんだけちょっともう別のこうラッピングゾーンっていうかね、うん、そうですね、もう完全にブースを構えて、ね、しっかりやってるから、はあ、おーサイバートラック、おーサイバートラックあ、まあ、こっちもなんかすごい、あ、こっちが終わってるんだ、もう、あ、すごい真っ黒になってる、真っ黒。3日目最終、はいはいはい、今回はどこにいますか。今サビーニ、サビーニ、サビーニホイールスっていうのは1221がですね、はい、そのサビーニのグループの中に入ったということで、なんか中の方も見ていいですか、はい、ちょっとじゃあ工場、はい、他のアメターメーカーと、まあ、同じような光景といいますか、こう見てるとサビーニの特徴なのかバカでかい、ね、そうですね、はい、インチがでかいものばかり。これとかもこれは何インチですか、ね、でかい。削り上がるとこんな感じになるね。まあ、今回ちょっと1221が傘下に入ったばっかりっていうことだね、はい、そうですね、まだ削ったりとかここにあったりはないんですけど、でも、まあ、サビーにはこの在庫がすごいみたいで、まあ、こっちはね、そうですね、ステアリングらしい、はい、これステアリングらしい、ステアリングなんだ、これ裏がこう持った、あ、本当だ、めちゃくちゃ重い、そうめちゃくちゃ重い、本当だ、はい、これはクロームですね、クロームのフィニッシュみたいな、ちょっと僕らが普段扱わないサイズではない、うちで組めなさそうなホイールですね、絶対組めない、はい、うん、これオフセットマイナス55らしいですマイナス55って